はい、皆さんこんにちは、ファナムです。今日のファナムチャンネルは高麗の解説の第6番目で、六大王として君臨した尊攘についてお話をしていきたいと思います。尊攘は10世紀の末、いわゆる981年から997年までに在位した王様であります。ファナムチャンネルでは韓国の歴史や文化解説、それから現地の史跡の観光などもお送りしています。新企画として、日本の文献、記記、日本書紀や古事記などもこれから配信をしていきたいと思います。それからまたこれも新企画ですけども、基礎韓国語ということで、韓国語についても今後配信をしていきたいと思います。それからトークコーナーということで、韓国のエピソード、韓国の生活でのエピソードや、そういったことも含めて今後お送りしていきたいと思います。ぜひ今後ともよろしくお願いします。それでは尊攘ですけども、尊攘、このチョンチュテフというですね、前回の王様の妃であったチョンチュテフの実はこのお兄さんであったわけですね。チョンチュテフにはモクチョンという第7代王の息子がいましたけども、非常に幼かったということもあって、このお兄さんが尊攘として君臨をしていきます。で、彼の性格として、非常にこの朝鮮時代において、高麗の評価があるんですけども、高麗、氏、摂陽というですね、こちらにありますけども、こういったこの書物の中には、非常にこの褒めたたえる記事が多いということで、その中でも、こういった製品が、性格がですね、厳正で、度量が広く、法を定めるにおいても、摂議を敬って、賢士、賢い、管理ですね、を登用しながら、民の生活を何よりも優先して救って、政治がその時に安定したというような評価を持っている、そういった王様であります。で、特に注目したいのが、彼が中国の中華思想に従っていく、そういった時代主義者であったというようなところなんですね。それに伴って、中国の先進文化、唐の文化をですね、非常にこの受け入れようというところがあったというところで、しかしこの10代、若い時に、この粛清の、この前回のですね、宦官という王様の時の粛清の嵐だったというようなところだったりとか、その後の宦官においては、報復劇が繰り返されていったというところを経験して、って言ってるわけですね。ですから彼としては、なんとかそういう政治を安定させたいという思いがあったとも言われています。しかし、38歳で亡くなってしまったという若さで、7代目の木村にバトンをタッチしていくというところになります。で、彼の一番のこの注目したいのは、政治改革というところで、今までこの保ってきた仏教的な偏差、パルガク会というのがあって、こういったものを縮小、そして廃止していったというところで、これなぜかというと、民の苦労をですね、なんとか少なくしていきたいというような思いがあったと言われています。それから、神仏に対する寄付なんかも禁止していこうというようなところで、一番決定的だったのはこの崔善老というですね、官僚がですね、この政治改革にあたって、事務28条という、王様にこの案をですね、出していくんですけども、こういったところから非常にこの案をもらって、そして政治改革を行っていたというところは非常に大きかったというんですね。この事務28条という中には、この理想の国家観であったりとか、君主観であったりとか、臣下観というものを提案していったがゆえに、後々ですね、この国政に非常にこの見本になったとも言われています。先ほども申しましたけども、唐の政治を非常にこのモデルとして整えて、何よりもこの地方官をですね、派遣していった、
というところが大きかったとも言われています。そういう中において、地方の役人、優秀な人物をこの中央に引き入れて、そして教育していくというところで、国士官というですね、クッチャ官、韓国ではクッチャ官と言いますけども、こういった国立教育機関を設けて、さらにそういった教育をしながら、地方にも、経営学博士とかですね、医学博士というものを、派遣して、そして地方の政治も治めていったというところになります。先ほども言いましたけども、この、村長においては、儒教的政治理念を、実現していこうというところがあったと言われています。このウォングダンというですね、設置をしたというんですけども、これは豊作を祈る儀式ではあるんですけども、非常にこの儒教的な儀式でもあったと言われています。それからこの日本ではなかなかこの馴染みないんですけども、神農氏とか婦塾氏というですね、この婦塾氏、韓国語で婦塾氏と読むんですけども、神農氏とか婦塾氏という人をこう崇めていくというところで、これはなぜかというと、こういったこの人物が、この要するに米ですね、米を豊作、要するに稲作を伝えたというようなこう伝説があったわけです。その伝説にのっとって、こういった儀式を始めたというところです。それから親孝行の価値をですね、この植え付けるために、先祖の祭祀のためであったら、100日間休暇をもらえることができて、そしてそういった親孝行のその見本になったらですね、表彰して、労働を免除していくと、不益を免除していくというような、この政策を立てたというところになります。で、先ほどの政寸論のですね、事務28条、王様にこの提案した28条の中で、簡単に4つこう整理したんですけども、1つは、王権強化の中央集権政治を行っていったんですけども、それはどこまでも独裁は否定しながら、そして、この中央集権化を図っていたというところですね。2番目はこの奸臣、要するに悪い臣下を警戒しようと。それから君主を大切にして、ですね、尊卑。韓国ではこの尊卑というのは非常によく使われるんですけども、どちらかというとこの学問をよく収めた、そういった管理というものを尊卑といって、こういった人を尊重しましょうというところですね。で、3つ目は身分制度を守りましょうというところで、はっきりしたこの主とか主人をのこの差別、この違いですね。それから管理や平民とのその差異、違いというものをはっきり分けましょうというところにありました。で、最後に、臣下が政治をする。これはどういうことかというと、王様がですね、直接この出て行って何かを指示するというよりは、やはり臣下を中心として政治を行った方がいいんじゃないかというところで、非常にこの身分制度をはっきりさせる、そういったところが特徴になってきました。で、一番注目したいのは契丹の侵攻なんですね。なんと契丹がこの80万の兵をこの高麗に送ったんだとも言われているんですけども、当初この契丹ですね、領という名前に変えながら、10世紀の末にこの北宋ですね、宋北宋との関係において、非常にこの高麗が非常に重要な位置に占めていたというんですね。宋とこの高麗というのは非常にこの外交関係においては非常に近い関係であったがゆえに、両としては何とかこの高麗を自分の方に向けさせたいというところがあったというんですね。それゆえに、最初にこの渤海や女真族を征伐した後に、10世紀の末に、993年ですね、侵攻を予告したというんですね。で、高麗としては何が一番この頭が痛かったかと言いますと、やはりこの北方の安全政策なんですね。ですから、契丹が攻めてくるという時において、早くこの契丹の政策、要するに城を築いて、そしてそこから侵入を防ごうというような思いがあったわけなんですけども、なかなかその、軍隊のですね、整備がなかなかうまくいかない時に、侵攻してきたというところになってくるんですね。で、そうすると、この勝地論という、要するにこの北の本来のこの高麗、高句麗がですね、持っていた土地をもう全部分けましょうというような意見が起こってきたわけです。
要するにソギョンというこの今でいうですね、北朝鮮の首都ですね、のあたりのソギョンの北側を割譲しようと、そうすることによって平和を保とうという意見があったわけですね。そして、そうこうゼベで開けて、民にその食料を分け与えると、残った米は捨てましょうと。なぜかというと、その契丹が攻めてきた時に兵がそれを、米として自分たちの食料としてしまうので全部捨てましょうという意見があったんですけども、この祖父というですね、軍事顧問というんでしょうか、将軍がこの割譲論というですね、北の領土を分け与えるということに反対をしたわけですね。で、彼は軍隊を持ってそれを押し上げようというようなことではなくて、彼はこの談判をしながら、そしてこの外交関係をうまくこなしたということで、非常に評価されている人物なわけです。この両のですね、孫女という人物とのですね、対談において、最初この孫女が祖父に向かって私に礼をしなさいと。この頭を下げて礼をしなさいと言ってきたんですけども、それに対して拒否していったわけなんですね。そして対等な位置において外交交渉していたと。で、両としては、契丹としては、この高句麗の地を割譲するということと、何よりもこの2番目ですね、宋との外交関係を断絶してほしいという思惑があったということを、この祖父が早めにキャッチをしたわけですね。ですから、ソヒは何と言ったかというと、契丹の都は本来は、高麗のですね、高句麗の土地なんだというところをまず主張したというところですね。そして、なんとこの境界線において、国境のこの今地図上にありますけども、女真族を追い出して城を作ることができれば、契丹との友好はできるというようなことを言ったんですね。何を言ってるかというと、この国境地帯に、城を作るというところなんですけども、ここをですね、関東六州と言ってるわけなんです。で、この関東六州を高麗がですね、得ることによって、私たちがそういったこの城を作ることができれば、ちゃんとしたですね、契丹との友好関係を保つことができる、修好ができるということを交渉したわけですね。で、それが結局は成功したと。この交渉術によって成功することによって、この土地を奪われることなく、そしてこの関東6州も得るというですね、こちらの地図上にちょっと今赤くなってますけども、この辺りを6州を得ることによって、後々ですね、難攻不落の城として活躍することになったということになります。非常に今後ですね、またこの契丹が攻めてくるんですけれども、その当時ですね、80万とも言われる兵が来たと。で、それをこの交渉術によってなんと防いだというところで、非常に評価をされているところであります。冒頭でもお送りしましたけれども、新企画を今始めております。それから韓国語の講座ということで、週2回のレッスン、週3回のレッスンを行っております。もし関心がある方がいらっしゃいましたら、ご連絡していただきたいと思います。それからオンラインの交流会メンバーシップということで、こちらは週1回ということなんですけども、初月無料ということで、1ヶ月3000円ということで行っております。こちらも勉強会を含めて、そして日韓の交流、メンバーの交流も行っております。ぜひ参加して、そして会を盛り上げていただきたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。